やー、そうですね。皆さんもぜひイヤホンをつけて聞いてくださいね、今日も。またやってんのって言われますけど、まだ2回目なんですよ。いやー、そうですね。そう、昨日ぶりですね。昨日の配信がね、結構、まあ反響が良かったというか、まあそういう感じだったんですけど、まあ今日もこういう感じの配信ということで、皆さん多分きっとね、今こいつ味を占めたなと思っているかと思うんですけれども、はい、味を占めました。や、あ、でもね、昨日はちょっとなんだろうな、はしゃいでたというか、はしゃいでるわけではなかったんだけど、まあ、ね、みんなもちょっと、びっくりしてたから、今日はね、真面目にということで、真面目に、普通に ASMR をやります。これ、ASMR って言っていいのか？はい。そうそう。大丈夫。暴風は大丈夫だけど、みんなが笑わせたら、警報が鳴っちゃうかもしれません。そう、そういえばさ、昨日のさ、配信が終わった後、そのファンの子のさ、なんか感想のツイート、ハッシュタグミリニャルームとかでさ、みんな多分つぶやいてくれてると思うんだけど、それを見てたらですね、ミリニャがこの配信終わりに虚無になってないことを願うみたいな 心配をしていただいておりまして、そうですね、配信昨日ね、終わった後、私はバイバーイってゼロになって、自分は何をやっているんだと虚無になりましたよね。でもまあね、配信終わりって結構ね、多分みんな虚無になると思う。だってさ、一人でこうやって喋ってたんだよ。それがさ、みんなもいなくなってさ、本当の一人になるわけだからさ、そんなん虚無になるしかなくない？とは思う。息もなかなかできないですね。はい。そういえばさ、すいませんね、失礼しました。この前さ、めっちゃ深夜にやってる、オードリーさんの番組、なんだっけ、なんか、オードリーさんに会わせたい人がいますみたいな番組があるんですけど、その番組に、いきなり手遅れ交渉のパーカーを着た女の子が出てきて、え？イコラブパーカーやん。って思って、そうそうそう、オドぜひっていうの、そうそうそう、で、って思って、でもめちゃめちゃ夜中だったからさ、誰ともその共有できなくてさ、今初めて 言いました。そう、出てってびっくりした。その時にね、私も、あ、みんな見てるかなと思ってエゴサしたら、一人しかツイートしてなかったから、みんな寝てたんだろうね、きっと。あ、見た人いる？ね、びっくりしたよね。私も、びっくりした。あ、結構見てたのかな？そうそうそう、びっくりした。嬉しいですね。はい。あ、ちょっとギフトを一度読ませていただきますね。クマから読ませていただきます。6。
マミタク。え、メカホルン。ヒロ君。ジンジン。リヨッシー。ヨースケ。ジュウゾウ。あとは、あ、カスリンちゃん。悪魔女子。ありがとう。昨日に引き続き。今日はね、普通のミリニャです。普通の小声のミリニャです。あ、そうだ、オムライスお揃いだったね。美味しそう。美味しそう。料理男子ってとっても素敵だと思う。ありがとう、カズリンと。水餃子。福ちゃん。文吉。ヒロ君。大地。ジェラ君。まさゆき。ありがとうございます。あ、そうそうそう、オムライスをね、本日作ったんです。母の日ということで、ママに作ったんでーす。イエーイ。あのね、私初めてオムライスを作りました。あの、私の母がすごく料理がうまいんですね。そう、もう何でも作れちゃうから、結構ね、お母さんに任せっきりだったりもしてたんですけど、そう、たまにはね、なんか、いいの作りたいなと思って選んでもらって、何個かカルボナーラとかオムライスとかいろいろ候補を出してね、とりあえずね、そう、オムライスを作ったわけですよ。あ、膝は大丈夫です。そう、さっきね、あの動画を編集して載せてたんですけど、そうそうそう、うん、膝はぶつけたけど大丈夫。そう、なんかさ、オムライスを初めて作ってさ、なんか卵に砂糖と醤油を、違う、醤油じゃないわ砂糖と塩を入れたんだけど、そのさ、ポソって入れて塊のまま混ぜないで入れ、なんか卵を作っちゃって、でね、お母さんがなんかこの卵の端っこめちゃくちゃジャリジャリしてしょっぱいんだけどどうしてって言われて、で、そうで、なんか食べさせてもらったんだけど別にそう感じなくな、感じなくて、多分お母さんが食べたとこだけ固まってた。で、もう一個の端っこがここだけ、この端っこもジャリジャリしてすごく甘いんだけどどうしてって言われて、やってしまったとなりました。ご愛嬌、ご愛嬌でお許しください。ごめんちゃい。忘れてた、混ぜるの。そう、勉強になった。うん、あと、そう、あとね、今日一個すごく勉強になったことがあって、お皿に、なんだろう、金のメッキがついたお皿があったんだけど、それをね、電子レンジに入れて加熱をしたわけですよ。そしたら、出したら金の部分がボロボロに剥げておりました。それで、どうしてこうなったのってお母さんに聞いたら、金のついたやつは熱しちゃダメだよ、火花散ったと思うよって言われて、そんなことがあるんですねと初めて知りました、はい、危なかったね。そう、本当に勉強になった。気をつける。マジトーン、これはマジトーンです。誰、咀嚼音、獅子嫌い、知ってる、そのネタ。あ、日向さんでしょ、日向坂さんのやつ、番組でめっちゃ見てるあ、そう、日向坂さんといえばさ、私本当に
牛尾紗理奈さんの声がはちゃめちゃに好きなんですよ。これはもうずっと思ってて、そう、癒されますよね、すごく。前もね、あの舞台を一回見に行かせていただいた時があったんですけど、もう本当になんて言うんだろう、もう一日中聞いてたいって思う声で、すごく好きです。はい、そうなんです。待って、待って、今さ、ナギからさ、牛尾紗理奈さんの声めっちゃわかるって LINE 来たんよね。見てるんかい、見てるんかい、やめてくれ。何してんのって思ってるよ、絶対。恥ずかしい。やだ。嫌だって。嫌じゃないけどさ、恥ずかしい。なぎちゃん、また来たんやけど、 ASMR すこってきたんだけど、ガチの見てるやつじゃん。なぎすこ、あ、そう、今日ね、ナータンとの写真をちょっと載っけたんですよ。そのね、メイドの日だからね、あのメイドさん、ナータンとした、あれ何年前、3年前、2年前くらいのプリを載っけたんですけど、懐かしすぎたねえ、いろいろ漏れチャッキーとかいう死語もありまして、今となっては死語がありまして、はい、皆さんぜひ使ってくださいね。私はあんまり使わないと思いますが。ちょっと一回タワー読んでいくね。タワーすいません、読んでなかった、ありがとうございます。二平さん、タワーかける2、今日もありがとう。昨日ぶり、昨日はちょっとね、違った大谷だったんですけど、今日はいつも通りなので安心してください。一人でいるのかな、それとも、それとも誰といるのかな。今日もありがとう。誰が好きかって、分かった分かった、じゃあ今度は直接言ってくださいね。ありがとう。ふみか、タワー、ふみかありがとう。なんかさ、最近素直になるんでしょ。知ってる、なんか素直になるんだよね。すごい嬉しいよ恋バナしよう、恋バナぜひして、私に。素直なふみかも、素直じゃないふみかも、どっちも好きです。はい、ちらくん、え、これさ、あ、母の日のやつ今日までだよね、このクマ。ちらくん、ありがとう。ちらくん、ありがとう今日もありがとう。旦那様、ジェラ君ってこと、母の日、母の日だから旦那、ごめん、ちょっと分かんなくなっちゃったいつもありがとう。私の得意料理はオムライスに今日からなったので、お家でオムライス作って待ってるねありがとう。
で、次はふみよし、ふみちゃんだ。ありがとう、ふみちゃん。ふみちゃん、配信で私は待ってるよ。ふみちゃんのことを待ってるんだよ。あとね、私ふみちゃんの、あれ好き、語彙力がないとこ。ありがとう。ありがとう、皆さん。これさ、声ちゃんと聞こえてる？私のすごい抑えめで言ってんだけど、聞こえてるのかな。しししし、聞こえてる？よかったです、よかったです、ありがとう。今日もありがとう。次はトール、あ、トール、アットマーク175センチって書いてくれてる。私が毎回何センチって聞くから。え、想像と同じぐらいの大きさだったら嬉しい。結構大きめなんだね。私との身長差154だから約10センチだね。え、10センチ、20センチじゃない？20センチだ。いい身長差分けてくださいありがとう。ミリシナモン、私はシナモンじゃなくてミリニャだよ。はい。あ、そういえばさ、私前メロの声真似を昨日から練習したんですよ。昨日の配信でさ、前メロやったんだけど、ちょっとね、うまくできなくて、だから練習したんですよ。ちょっとやってみるね。クロミです。クロミじゃない、前メロです。前メロだよ、前メロだよ、クロミちゃん。そんなに怒ってちゃ体に悪いよ。結構声でかい。なんかコツとしては、ちょっともう全部どうでもいいみたいな感じになるといい。本当に、なんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろうな、もう人生どうでもいいですよみたいな感じの声を出すと、やりやすいです。マイメロだよ、みんな。こんな配信見てないで早く寝ないとダメなんだよ。似てる、最高だよ、やったね。なんか違うキャラになってきちゃった。左遷戻ってまいります。やばい、時間間に合わない、危ない。コウ君ありがとう、今日はありがとう。コウ君は母の日なんかしたの？というか私、コウ君の年齢とかも知らないよね。知らなくない？結構知らないことが多いからちょっと知りたいんだけど。ねえ、早く握手会とかでも話したいんですけど。待ってますよ。いろいろ話してね、自分のこと。私知りたいから。ありがとう、コック。危ないぞ、今日は時間が危ない。あ、ちょっとギフトここで終了させていただきます。ありがとうござい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 ます。次がどなたでしょう。あ、来たー、ありがとう。
今日もじゃん、昨日ぶりですね。いや本当に家計の方は大丈夫ですか？大丈夫と信じる。でもね、いろいろやっぱね、カメラ撮るのとかもすごいね、やっぱ大変だと思うから、私もそれを理解しつつ、もっともっと自分も素敵なものを見せていけるように頑張りたいと思います。ありがとう、アキト。そう、本当にみんなの家計を心配しちゃうんですよ。本当に本当にそう。だってそうよ。皆さんお財布にご相談ってね。で、ひろくんだ。今日もありがとう、ひろくん。家計の方は大丈夫でしょうか？ありがとう、今日もひろくんだ。やっほい。ひろくんもいつもね、めっちゃ見てくれてるよね。知ってる。この前までね、ちょっと誰推しみたいな言っちゃってたんですけど、もうそんなことは一生言いませんから。もう甘やかしたいの一員でございます。ありがとう、ひろくん。じゃあ最後にクマも読ませていただきます。最後、エル、ナルミン、ちーちゃん、マミタク、ヒロク、ネグルス、ミズホ、いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん、みつ、あやなつ、タカル、ふみゆし、まさゆき、ジェラーク、大地、あ、ここらへん読んだかんにゃ、あ、ヒロク、ふみゆし、ふくちゃん、水餃子、あ、ここらへんは読みましたね。ありがとうございます。あうち、ごめんなさい、止まってしまいましたね。戻ってまいりました。ちょっとね、イヤホンしてるから、なんかカラオケでもしようかなと思ったんだけど、今日はちょっとね、56分になってしまったので、またいつかやりたいと思います。そうなんです。皆さんありがとうございました。ギフトもコメントも閲覧も皆さんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。お礼の鼻息です。いや、なんかさ、本当にさ、ASMR さ、高齢化するのありじゃないと思ったんだけど、なんか私もね、あまり声張らなくていいからすごく楽だし、そうそうそう、なんかいいなって思って、あまりさ、他の方もやってらっしゃらないし、なんか続けていってもいいのかなと思ったりする。どうですか？あり？わかった、続けるかもしれません。味を占めたミリニャ、ごめんごめん。静かにします。じゃあちょっとランキング読ませていただきますね。ではランキング読ませていただきます。10歳、福ちゃん、ありがとう。12位咳払い、失礼しました。12位まみたく、ありがとう。11位ピヨシ、ありがとう。10位いっちゃん、ありがとう。9位トール、ありがとう。何位だ？え、ちょっと待って、9、8、8位ですね。8位、秋人、ありがとう。7
7位ふみかんありがとう。6位ジェヤくんありがとう。5位コークありがとう。4位ふみちゃんありがとう。3位カズありがとう。2位ひろくんありがとう。1位にへさんありがとう。ありがとうございます。あ、ちょうどいいじゃないですか。私はここに来て時間配分というものを覚えましたね。いい感じでした。じゃあ次ね、まあ SM あるかもわかんないし、カラオケあるかもわかんないし、何やるかもわかんないし、いつやるかもわかんないんですけど、またねお会いできたらなと思います。はい、今日もありがとう。お仕事今日もありがとうございました。明日からねまた1週間始まりますけど、まあお仕事の方は頑張ってください。そして自宅警備員の皆様、私たちはね平和を守りましょう。バイバーイ。マイメロだよ。